エージェント目線で言うと、他社に転職すれば500万600万くらいのオファーが出る、なのにもったいないというようなことが結構多いんです。こんにちは、滑らない転職エージェントの末永です。今回は自分が転職すべきなのか迷った時に考えるべき2つのポイントについてお話していきたいと思います。これといった不満というのがあるわけじゃないんだけれども、転職した方がいいのかなと悩まれている方っていませんでしょうか。終身雇用が崩壊しつつある一方で、人間の健康寿命が伸び、結果有名な言葉で人生100年時代と言われるような時代になり、個人が70歳80歳まで働くようになると言われているんですが、そうすると会社の寿命よりも個人の寿命や働く時間の方が長くなると言われている昨今です。人が死ぬよりも会社が先に潰れてしまうような時代に転職が当たり前になっていくと言われています。しかし今の仕事に特別な不満や課題がない場合、自分自身はどうやって転職と向き合うべきか、それに悩んでいる人というのは多いのではないでしょうか。そこで今回は、今の仕事に特段の不満はないけれどといった人に向けて、自分は転職すべきかどうかについてお話してみたいと思います。今満足している人にとっては、転職しないということによってのリスク想定という視点と、機会損失という視点で自分のキャリアや転職と向き合ってみると良いかと思います。リスク想定については、年齢による自分のライフステージや価値観の変化という視点で考えてみると良いかと思います。年齢が上がっていくと、加齢だけではなくて結婚したりとか出産したりとか、それについてライフステージが変わって自分の価値観自体が変わっていくというような変化があります。20代である今は会社だったり仕事には満足をしているけれども、30代になってですね、例えば結婚したらば、今のままの年収だったりとか上がっていったとしてもこれくらいしかいかないのかとなると、家族を養うのもしんどいだったりですとか、もしくは今までは残業なんていうのはへっちゃらだったという方も、年齢が上がっていくとですね、今の仕事の仕方では続けていけないとなってくることがよくあります。20代ではやりたいことさえできていればそれで良いという人は割と多いんですが、30代になると待遇だったりとか働き方っていうものについて、より現実的な視点で考える人が増えていきます。もちろん現実的な面だけで仕事を考えるというのはワクワクはしないと思うんですけれど、年齢が上がっていくに従い、仕事以外の部分でですね、いろいろと変化が起こっていって、同じ仕事や働き方ではうまくマッチしなくなっていくということが多いんです。実際僕自身も今は36歳なんですが、20代だったりとか大体32歳くらいまではですね、深夜の24時くらいまでですね、遅くまで仕事していた時期がありました。当時はそれでも平気だったし、むしろ仕事ができているという充実感の方が多くありました。しかし大体34歳くらいを過ぎた頃からですね、加齢を感じるというか、体力がどんどん落ちてですね、大体20時くらい、夜20時くらいになると集中力が落ちて全然仕事にならないということが増えてきました。また結婚もし子供もできて、今娘が0歳ですので、毎日遅い時間まで仕事をしたり、クライアントと会食ということでは奥さんや娘に迷惑がかかってしまいますし、仕事を強引に切り上げて早く帰るようになりました。このように年齢による自分の体力の変化だったりとか、仕事以外の現実的な生活環境の変化によって、自分自身の仕事に対する価値観自体が変わってくるということが起こり得るんです。実際に体力がしんどくなってきたら転職を考えればいいという考えもあるかもしれませんが、そのタイミングで転職ができればいいんですが、このチャンネルの他の動画でもお話してきたように、転職市場というのはですね、制約条件として年齢が大きくのしかかってくるんです。なぜかと言いますと、転職市場においては年齢が上がれば上がるほどそれ相応の経験という期待値が求められてしまうからです。例えばですが、同じスキル経験を持つ26歳の人と30歳の人がいるとしますと。で、この26歳の人はその会社に新卒で入ってですね、もうすでにその経験を3年間積んでいる人がいたとしたら、その26歳の人が4年後30歳になるわけですが、会社としてはですね、その人に投資をして成長機会を与えた方がよりパフォーマンスが出るんじゃないかと思ったら、そういう人を優遇しますよね。なので30歳の人はそういった26歳をライバル視した時に、よりアドバンテージのある経験を求められてしまうということなんです。それを考慮すると、市場価値が高いほんの一部の人を除いては、ほとんどの人にとっては年齢的に手遅れになってしまい、希望の条件での転職ができなくなってしまうということが多いんです。なので今の仕事が仮に大満足であったとしても、念のため27歳8歳くらいの20代後半になったらば、手遅れになる前にリスクを想定してですね、仕事選びを考えてみると良いかもしれません。
この時にですね、ちょっと難しいかもしれないんですが、自分のですね、将来の状況、ライフステージが変わることを前提に妄想というか想像してみてですね、今の環境のままないしは環境が続いていくということを考えた時に、実際自分は満足できそうなのか否か、そういう視点で考えてみると良いかもしれません。例えば皆さんが今27歳だったとして、大体33歳4歳くらいになることを見越してですね、その時に今の働き方のままだったとして、それでも満足を続けられるか、働き続けられるかということをイメージしたりだったりとか、結婚したり子供ができたっていう状況の中で、今の給与のまま、まあ上がっていくとは思うんですが、その会社の中で上がったとして満足しているのか否か、そういう視点で考えてみると良いかもしれません。一例として、例えば20代はですね、人材紹介の法人営業をやってきた経験、スキルを身につけて、その経験を生かしてですね、ちょっと将来働き方がしんどいなと思った時に、もうちょっとワークライフバランスを考えて、メーカーの人事職に転職をする、といったキャリアチェンジというのが考えられます。人材紹介の法人営業はどうしても営業職ですので、クライアント対応が発生するがゆえに忙しかったりですとか、ずっと数字に追われるみたいなところがあります。一方でメーカーの人事というのは、そこまで数字に追われるという状況ではないですし、働き方としてもですね、割とこうワークライフバランスというか、こう定時で帰れるような会社っていうのが多いんですよね。ただですね、こういったメーカーというのは30代になってくると、なかなか外部の中途採用というのを躊躇することが多いので、20代後半のうちに人材紹介の法人営業スキルを生かして転職しておくっていうのがおすすめだったりします。ちなみにこうした話をした時に、転職者の方がたまにおっしゃるんですけど、32歳になってもですね、正直28歳の時の自分と全然変わんないよみたいな、なので全然その30代になってもメーカーに転職できるんじゃないのみたいなことを言い出す人がいるんですが、ちょっと考えてみてほしいんですけれど、メーカーの視点に立つと、あなただけを選考しているわけではなくて、あなたの競合のエントリー者としてですね、あなたと同じ経験を積んだ27、8歳の人も同時にエントリーしてきてるんですよね。その両方の方々がエントリーしてきている状況の中で、メーカーの人事だったらどっちを選ぶかっていう視点を持ってください。一方で機会損失という視点もあります。どういうことかというと、今働いている会社や仕事に対して投下している時間を別の会社や仕事に投下することで、実はもっと有意義なチャンスがあるということなんです。今は仕事が楽しく、やりがいもあり、働き方もまともで、カルチャーマッチもしている。でも本当はその経験スキルを生かして他の会社に転職したらもっと稼げたり、チャンスが多くなるのに、というようなもったいない人も多く存在してるんです。例えばですが、平均年収があまり高くない業界や会社に新卒で入社して活躍してきた方、マネージャーなどにも昇格して上司だったり同僚とも強い信頼関係を持っている方、そういう方というのは自責性がめちゃめちゃ強いので、実はそのような不満や課題があっても、それを不満とは受け止めずに自分で自ら解決に向かおうとするような方なんですね。こういった方というのはビジネスパーソン、社会人、人としてですね、非常に素晴らしい方だと思います。こういった方をそそのかしたいわけではないですし、本人が基本的には満足してればそれでいいかもしれないんですが、例えば28歳でめちゃめちゃ活躍して成果や売り上げを上げてですね、役職もついてるのに年収でだいたい420万とかっていう人が現実結構存在するんですよ。エージェント目線で言うと、その経験やスキル、マインドがあればですね、他社に転職すれば500万、600万くらいのオファーが出る。しかも新しい経験やスキルの獲得機会もある。なのにもったいないというようなことが結構多いんです。もちろん自分の人生ですので、本人が幸せであれば他人がとやかく言うことではないですし、おせっかいかもしれないんですが、そういったチャンスがあるにもかかわらず、知らないままに年齢を重ねてしまうというのはもったいないなというふうに思います。このようなチャンスだったりとか選択肢を知っていてですね、その上でも今の会社にコミットしたい、そういうような自分の意思で選択するのであれば良いとは思うんですが、そのチャンスさえ気づかないというのはもったいないですよね。逆に今の仕事に残るということを覚悟して決めたとして、他のチャンスを蹴った上で残るという決断ですので、今の仕事への納得感やモチベーションが高まり、いいことが多いと思います。ただこうしたチャンスというのは普通に働いていても普段気づけないことが多く、エージェントであったりとかその業界に詳しい人、第三者にですね、客観的に評価してもらうと良いと思います。第三者に客観的に評価してもらった時に、世の中の相場だったりとか評価と比べて、実は今の経験やスキルというのがそこまで評価されなかったということに気がついちゃうこともあるかもしれません。その場合でも現職の中でもっとこういう努力を頑張っていこうと、そう思える気づきになるので無駄なことはないですよね。
場合によってはですね、今の現職で努力をして定価を出したとしても、世の中の市場評価からするとあまり評価されないようなスキルや経験にしかならない、そういった現実を突きつけられてショックを受けてしまうこともあるでしょう。しかし早く気がつければ方向転換をしたりとか転職を考えるチャンスも得られますよね。なので今転職を考えてない方も、入社して3年おきくらいには定期的にキャリアを棚卸しし、自分のスキルや経験を見直した時にどういった機会が想定できるのか、その機会を生かすとどのようなリターンや見返りが得られるのか、そういったことを情報収集したり分析してみましょう。例えばですが、この3年間で得た経験や実務スキルというのを職務経歴書などを文章に落としてみます。具体的には実務経験実績としては、 1,2 年目は IT システムのパッケージソフトを大手の事業会社に提案営業して、客単価1000万から3000万を受注し、予算達成率 103% を達成。3年目は5名の部下を持ち、1億2000万の予算権限を持ち、メンバーの育成とマネジメント経験をして予算達成を実現などを文章化します。その経験から得られたスキルとしては、大手クライアントに対する法人営業スキル、予算から逆算した行動計画の立案スキル、 IT パッケージシステムについての知識や技術についての知識、5名のメンバーのマネジメントスキルや育成スキルといった形でまとめていきます。このように文章にした上で、自分自身の経験やスキルというものを求めている会社というのはどういったものがあるのかというのを、求人サイトを眺めてみて、各求人の必須要件欄を見てみてですね、自分が当てはまるかを調べてみたり、エージェントにもヒアリングしてフィードバックをもらってみましょう。そうすると自分が想定していたよりも魅力的な求人や会社に自分の経験やスキルが合致していて、いけるかもというような期待を持てるようになり、年収アップのチャンスであったりとか、事業責任者レベルのポジションについてチャンスがあることに気がつけるわけです。詳細な経験やスキルについてどの程度通用するかどうかっていうのは判断がつきにくい部分があるので、その場合は相談してみましょう。いかがでしたでしょうか。実は種明かしをしてしまうと、今回の動画というのはあえて転職する気がない人に対して転職してみようかなみたいな風に思わせるような、ある意味転職エージェントとして営業的な視点で内容を考えてみました。もちろん今回の動画の内容に嘘はありません。ただ僕のスタンスとして、あくまで目的なき転職は反対です。あくまで転職は目的ではなく手段なんです。自分の中で明確な動機づけや目的がないままに、末永が動画でこんなこと話していたから転職してみようかなみたいな受け身のスタンスで転職活動をしてみても、おそらく良い会社からは自分のキャリアや転職に対して受け身なスタンスを感じられてしまい、内定はもらえないと思いますし、仮に運よく入社したとしても、転職後に辛いことがあった時にすぐ、あれ俺って何のために転職したんだっけと悩んで挫折してしまうリスクがあります。なので、あなた自身の目的を明確にしない限りは、僕は転職しない方が良いと思ってます。とはいえ、あなたの人生であり、あなたのキャリアなので、あなた自身が真剣に考え、決めたことであれば、僕は応援したいと思います。この動画が少しでも良いと思っていただいた方は、ぜひグッドボタンを押していただいて、チャンネル登録もいただけたら嬉しいです。また、今回の動画を見た感想だったりとか、異論があれば、ぜひコメント欄に書いていただけたら、そちらも答えてきますので、ぜひコメントください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。